久保さん。僕はあの、1円の商品を売ったことないですけど、100円の商品の売ったことありますね。100円の商品売ってみたらどうですかうん。なんかあの、商売と基本じゃないですか。自分で商品売るって。それをやればいいと思うんですよね。お金稼ぎたいんだったら。まあアフリエイトみたいなのもありますけども、まあ、僕がおすすめするのは自分で商品作ってコンテンツビジネスなんで、まず100円でもいいんで売ってみたらどうかなっていうところですね。うん。 普通に働いてるとあの会社が商品作ってくれるし会社がブランドを、ね、トヨタで働いてるんだったらトヨタ,がトヨタのに信用、信頼ブランドがありトヨタがあの,トヨタの工場で車を作ってくれてあのトヨタの車をお客さんの元に郵送してくれるその陸運というか、ね、そういうのもあったりとか。 自分で商品作って自分でお客さんに商品届けるっていうことを100%でやるビジネスってあんまりないですよねうんまあそのサラリーマンとしてですよまあその自分で自営してラーメン屋やるとかだったら自分でラーメンのネタを仕入れてねこうなんですか作ってお客さんに提供するみたいなのあるかもしれないですけどサラリーマンで全部0から100、あのー、商品制作と営業届けるサポート多分ないですね うんなんか一部なんですよ。一部を切り取ってて、一部、一部で駒としてこう、動いてるみたいな。経理がいて、営業がいて、工場で生産する人がいて、あの経営する人がいて、支持する人がいてみたいな一部なんですよ。で、一部ではなく全部なんで、自分でビジネスやるってことは。うんそう。だからそれをやらないとちょっと稼げないですよね。だからまあ、100円の商品をまず作って売ってみたらどうですかと。 逆を言うと、100円の商品も、えー、買ってくれる人がいないんだったら、10万円の商品、20万円の商品、30万円の商品、100万円の商品を買ってもらう可能性は、まあ、非常に難しいのかなと思いますね。いってらっしゃい。